空港に向けて向かってください出発したいなと思います。着いたー。ぶわー。今からご飯です。試合に行ってきます。絶対に勝つぞー。はい、みんなナイス勝利。誘ってんじゃん TV、 ゴー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 。皆さんこんにちは、今日も誘ってんじゃん TV に遊び来ていただいてありがとうございます。今日カメラ回してるのは明日2022シーズン最終戦、アウェーですけど福島ユナイテッド戦があるということで、今日は森脇メンバー入ったのでアウェーの福島の地に向かっていきたいなと、向かいたいなと思ってます。2022最終戦ということで本当に勝って終わりたいなと、もうただそれだけなんですけど、やっぱり年齢を重ねてもね、どんな時だってチームのメンバーに入る、試合に絡むっていうのは本当に幸せなことだなというふうに思います。その幸せなね、喜びっていうのをピッチの上で明日は思う存分発揮したいなと思ってます。それでは皆さん、福島のアウェーの様子、過酷な移動でもあるんでその様子なんかも撮れたらいいなと思ってます。皆さんそれではお楽しみにしておいてください。行ってきます。誘っていい誘ってんじゃね。今から空港に向けて向かってください出発したいなと思います。トシヤ君とシューマ君とリック、ちょっと今カメラ、あ、ごめんごめん、あの感染中ね、いろいろとエリエルリゾート見てるから、あ、オッケー、行っちゃうよ。あれね、エリエル愛媛のコースね、コースいいコースだよね。トシヤ行きますよ。髪さっぱりしてるじゃないですか。さっぱりしてないよ、もうちょっとセット、どうちゃんとめっちゃセットしてる。やばい、シューマめっちゃセットしてぐちゃぐちゃやん。やばい、ぐちゃぐちゃ言わんといいよ。ペローン、ペローンじゃないよ。ソラ君登場です。イエーイイエーイ。夜よし、行ってきます。空港に向かってきます。森君帰ります。帰ります。帰らないで、帰らせないで。横は朝日です。イエーイ。たくみくん、ケンタさんばっかりいますよ。オシャンティーな。オシャンティーな。ねえ。ケンさん、プロデュースバッグ。徳ひげじゃなくて、これ徳ひげだから。ひげっていうのがおしゃれですね。ねえ。これで遠征も行くっていう。いいね。オシャンティー。クリちゃん。あ、いいね。クリちゃん。今。羽田空港に到着して、これからバスで東京駅に向かいたいなと思います。これから、はーい、かついね、みんな。これから東京駅に移動やね。あー、めっちゃいかつい、ま、やばい、間に合うかも、これ。バスがね、あ、バスじゃない、 NG 入りました。下げるね。 OK、下げて。おー、すんごいのこれからみんなでバスで羽田から東京駅に向かっていきたいなと思います。レッツゴー。いやー、お台場すごいな。あれが有名な球体か。東京駅に間もなく到着します。今2時16分17分、東京駅これです。2時36分新幹線で出発なんで時間があまりない。果たして間に合うのか。急いで新幹線に乗り込みたいなと思います。
でかい。さあ到着しました。2時20分出発、新幹線の出発は2時36分。お疲れ様でした。まだ頑張ってください。頑張ってください、ね。いや生かして、俺も生かして、俺も生かしてけんださ。一緒に生かして。生かして生かして、生かして俺も。試合出させて。今からダッシュですみんなで。トモ急ぐよ急ぐよ。時間ないよ。急がないと。やばい。近い。しっかり取ってください。あ、ドラマスティックにしてんのに。東京駅このスケールのデカさ、でかいぞこれ。俺の心よりだいぶ広いよ。俺心狭いからトモヤ。東京駅憧れるな。来ました、東京駅。トモヤ君東京ステーション。みんなで移動です。大移動です。東京駅すごい大都会だ。東京はすごいな。高いビルばっかり。無事新幹線到着しました。いやー焦ったね、ちょっとさ時間ギリギリでしたね。ギリギリやってね。これから福島に向けて出発です。レッツゴー。まもなく高橋帰ってきた。高橋長旅やったね。ね。寒いよね福島やっぱり。今福島駅着いて歩いて徒歩でホテルまで向かいます。寒いねシン。その格好し寒いやろ。こんな寒いと思ってなかった。嘘、はい、福島寒いよ。寒いねえ。しんくんジャケットないです。ジャケットないです。忘れました。福島駅到着。寒い。レイヤ寒いやろそれ。あばい。ね。冷えちゃう。じゃあ道。確かに確かに。あ、かっこいい車やね。ね。かっこいいな。マジ寒いわ。寒いです福島本当に。めちゃくちゃ冷える。風が冷たいですね。これは明日も試合が14時からなんで、まあ、ちょうど今試合が終わった頃かな。試合の時はもうちょっとあったかいはずだと思うんですけどね。今日は飛行機もちょっと20分ぐらい遅れたりで、東京駅ギリギリ着いて、東京駅ギリギリ着いて
新幹線の出発まで慌ただしく過ごしたりと、だいぶハードな移動になっております。みんな歩くペース早いな。森脇息が上がっております。お、第一集団に追いついたかな。寒い、本当に寒い。これはコートがいるぐらいの冷たさですね。新選手とレイヤ選手は寒くないのだろうか。ホテル到着したかな。みんな待機しております。1列になって、あ、ホテルに到着です。やったやった。またカメラを回したいなと思います。無事にホテル到着しました。ホテルに無事到着しました。着いたぞ、やっと。今日の宿はこちらです。いや、いいお部屋ですね。いやー、疲れた。皆さん無事に福島に到着しました。これから今何時だ、今4時半か。次が6時から夕食なんですけど、それまでちょっとトレーナーさんに体のケアをご飯の前に入れたいなと思って、体をちょっとチェックしてもらおうかなと思ってます。またカメラの方回していきたいなと思います。着いたー。ぶわー、なんか髪が浮いてるような感じになっちゃってるけど、着いた、気持ちいい。なんかベッド気持ちいい。これからホテル着いたらまず荷造りというか、持ってきた荷物を取り出して、整える、自分の形に整えるっていうのは、まあ、森脇の一つのルーティンなのかな、そういう作業をしてますけど、ちょっと今日は森脇の持ってきた荷物を大公開したいなと思っております。なんか面白みがあるものは多分一つも入ってないと思うんですけど、今日はちょっとバッグの中身を皆さんに紹介したいなと思ってます。こんなものを遠征に持ってきております。じゃん、皆さんこれから荷物を開けて、バッグの中身をお見せしたいなと思います。スーツケースのところ、まちょっと待ってくださいね。じゃん、開いたらこんな感じになっております。ちょっと一個一個ベッドの上に取り出してもいいですかね。そっちの方が多分分かりやすいと思うんで、ちょっとベッドの上にいろいろ取り出したいなと思います。はい、じゃん、皆さんこれが森脇亮太のバッグの中身です。スーツケースはこのように空っぽです。スーツケースに入れたものをね、全部ちょっとベッドの上に並べたんですけど、まあ一個一個紹介させてもらうと、これがインソール、森脇の足型にしてるインソール、大事なんで自分で、持ってきてます。そしてこれが部屋で履くスリッパ、サンダルですね。ちょっと傷しちゃってるけど、これがサンダルです。でこっちが、洗面用具ですね。シャンプーとかゴシゴシタオルとかが入ってる、バッグになります。でこの赤いのが充電器ですね。充電器とパソコンの充電、携帯の充電器、いろんな充電器をこれに収めてるっていうところですかね。で、あとこれは化粧ポーチ、化粧水とか、あとは保湿クリームとか、あとは何がある？ワックスとかジェルとか、そういったものをこちらに入れてますね。で、こっちが小物類ですね。こっち小物が、綿棒とか、爪切りとか、あとは、カミソリとかかな、そういう小物類が入ってるっていう感じですね。でこっちが、そう、
ファンサポーターのファンの方からいただいたバッサルソルトですね。はい、これは今日お風呂入浴するときに入れようかなと思ってます。よくねこれ入浴剤ありがたいことにいただいてね、よく森脇活用させていただいてます。いつも入浴剤くれるファンの皆さん本当にありがとうございます。でこれがアイマスク、携帯もねやっぱりいじる時間が長くなっちゃって、目が疲れちゃったりするんで寝る前にちょっとね、目を休めるためにアイマスクしちゃったりしてますね。でこれがねまた紹介したいけど足コロコロ、足裏をねほぐすコロ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 、名前勝手につけて足裏コロコロですね。でこれ充電器の延長コード、延長コードは、まあホテルねコンセントが遠かったりしたらこの延長コードを使うっていう感じですね。でこれが、スピーカー、試合前とかホテル出る前準備するときにちょっとしたミュージックをかけたりしてますね。なんでその時には乗ったり、ほーん、へーん、ほん、ほん、へーん、こういう感じで乗ったりね、BGM を流して部屋で過ごしたりしてますね。はい。で、これが足指くん。いつも皆さんに紹介してる足指くんですね。で、こっちがウェア類、愛媛 FC のホテル着ですね。これでご飯行ったり、散歩行ったりっていう感じですね。まあ、ソックス。で、こっちが、部屋着ですね。まあ、福島ね、寒いんで、ちょっと厚手のものを1枚持ってきました。で、じゃん！森脇の明日の勝負パンツ！赤いハートですね。いやん。そんないらないか。赤いパンツで、森脇明日は。だいたい試合の時はね、赤いパンツにこだわって、赤を履くように、まあ、勝負カラーということで赤いパンツを履いたりするのが多いですね。結構気に入ってるパンツです。このね肌感もめちゃくちゃいいんで、ツルツルして、で部屋着 T シャツ、そして、インナー付きの短パンっていう感じですね。以上こんな感じで荷物をたくさん持ってきてます。多いのかな少ないのかなどうなんか分かんないけど、みんなね選手それぞれいろんな持ってくるもの違うと思いますけど、森脇はこの辺りをセレクトして持ってきてます。あとでね、手持ちのバッグの中もね、まあ皆さんに紹介できたらなと思ってるんで、楽しみにしていてください。今5時10分頃なんですけど、これからちょっとご飯前に、体のね、トレーナーさんにケアをチェックをしてもらいに行きたいなと思ってるんで、ご飯前に、体のチェック、トレーナーさんに体を触ってもらいに行ってきたいなと思います。行ってきます。ごめんなさい遅くなって。今日罰金だ完全。今日は今からトレーナーさんに体のチェックをしてもらいたいなと思ってます。いつもお世話になってる伊豆田トレーナーと斉藤トレーナーです。いつもありがとうございます。すいません、いやこれでいいよ。いやー斉藤トレーナー、伊豆田トレーナー、2022シーズン本当にたくさんお世話になりました。ありがとうございます。もうまた今後ともね、よろしくお願いしますよ。もう、はい、ありがとうございます。なんとまあ、京ちゃん、はい、誘ってんじゃん TV がさっき入ってきた時ね、全然気づかんかったよ ね、 ね、流してくれてたのにね、本当ね、本当にだいたいね、治療の時はもうサッカーの動画ぐらいしかね、ダメですけど、誘ってんじゃん TV もこうやって流して、特別に流してくれてるっていう、優しいね、ひょうちゃんに、健太君、本当にありがとうございました。これからも誘ってんじゃん TV 応援してください。チャンネル登録してるね。あ、チャンネル登録してくれて、いやひょうちゃんなんかね、誘ってんじゃん T シャツ、ロン T か買ってくれてね、持ってきてんのに、確かに来てほしかったよ。まあまあまだチャンスあるんで、うん、あーだぞ本当に。もう森脇気づけよって入ってきた瞬間ね、流してること気づけよっていうあれよね。また皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、あーだしゃ、ご飯食べに行きましょう。はい、はい、よし、治療も終わったんで今からご飯に行っていきたいなと思います。行ってきます。食べるぞー、パク。今からご飯です。
しんくんポツッと。皆さんご飯を食べてお部屋に帰ってきました。バグバグ食べてお腹がいっぱい。いらないねこんなの。違うよね。本当にたくさんご飯を食べてきました。もうお腹がパンパンですけど、これから今6時半ですね。これからはね自由時間なんで、ゆっくり過ごしたいなと思ってます。またカメラを回せるタイミングがあったらカメラを回したいなと思います。なんか目が赤いぞ。なんでだ。じゃん。いらないねこれも。またカメラの方をね回していきたいなと思ってるんで、皆さん、どうぞこれからもお付き合いお願いします。それではバイチャ。はい、皆さん、次はですね、僕のさっきはスーツケースの中身を皆さんに紹介したんですけど、次は僕のなんていうのかな、バッグ、手持ちバッグ、の中身を紹介したいなと思います。もう今日丸裸だ。森脇亮太のすべてをさらけ出すっていう感じですね。スーツケースの中も何持ってきてるかもね、全部皆さんにお見せしましたけど、こう今度はスーツケースといつも手持ちバッグを持ってきてるんですけど、その中身何が入ってるのかなと紹介したいなと思います。まあ全く面白みはないと思うんですけど、はい、皆さんに紹介したいなと思います。こちらです。じゃん。皆さん、これが森脇亮太の手持ちバッグに、今日福島遠征に持ってきた相棒たちですね。はい。まあこれが、メガネというか、目は森脇悪くないんですけど、携帯とかいじるときにね、パソコンいじるときに、目が疲れてくるときがあるんで、ブルーライトっていうのかな、それを阻止するメガネですね。このメガネでブルーライトから守ってもらってるって感じですね。あとは本が3冊で、久々にね、またカズさんの本を読みたいなと思って、この本、カズさんの本を持ってきましたけど、3冊読めたら読みたいなと思ってますね。で、あとまあパソコン、明日の、あれ、画面がなんか濁るな。なんでだ。ん？どうしたらいいんだ。離れたらいいのか。こうしたらあれか。ちょっと遠目から、パソコンですね。はい。まあ明日のね、対戦相手ちょっとパソコンで見たりとか、使ってますね。はい。まああとね、いろんな編集も、このパソコンでやったりしてますけど、まあ遠征には持ってきますけど、試合前日はね、あまり、多くはパソコンはいじらないですね。まあ本当にいじるとしたら、まあ、ダゾーンで、明日対戦するチームの試合を見るときに使うっていう感じですね。あとは、AirPods ですね。大事な AirPods を試合前に音楽を聴いたりするのに重要なアイテムですね。はい。電話したりも AirPods でピッピッピッとやるっていう感じですね。あとは、ハンドクリーム。森脇ね、手も冬になるとカサカサしてもう潤いがなくなっちゃうから、このハンドクリームで潤いを出したいなと思ってますね。あとは、リップクリームですね。リップも冬になるとすぐなくしちゃうの、本当に。どこ行ったリップってね、いつも買ってすぐなくしたりね、本当にこの子はね、いなくなるのが早いんです、ほんまに。すぐいなくなるからね。で、いつも行方不明で、もう探せないっていう。また新しいの購入してっていう。もうそういう感じですよね。もう本当にいなくなんないでよ。もうずっといてくださいよ。で、筆箱というか、まあペンとかが入ってますね。ちょっと何かメモしたいなと思うものがあったらメモ、すぐできるようにっていう感じですね。で、あと香水。あと、
ポンジュース、愛媛といえばポンジュースを欠かさずに、欠かさずにでもないな、今日はたまたまポンジュースが入ってたっていう感じですね。ポン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 ジュースっていう、なんかわけわからんノリになりましたけどっていう感じですね。皆さんこういう感じで森脇今日アイテムを持ってきました。はい、以上です。皆さん今からちょっとお風呂の方に入りたいなと思ってます。今日移動の疲れとかね、一日の疲れを湯船に浸かって、しっかり疲れを取りたいなと思ってます。わ、いいね、お風呂も出来上がりました。ファンの方からいただいた、入浴剤も今日は入れてますね。それもあっていい香りがしますね。それもあってというか、それのおかげでいい香りがしますね。はい。熱っ！熱っ！ちょっと熱いんで水を入れます。はい、皆さん、今お風呂から上がってきまして、まあ今からはちょっとリラックスしながら、明日の対戦相手福島との試合、いいイメージで迎えるために、まあ相手の福島の試合をちょっとチェックしたいなというふうに思ってますね。はい、まあね、森脇にとってこの時間はものすごく重要な時間で、まあ明日試合に絡んでいくにあたって、自分自身ね、たくさんイメージ、いいイメージですね、を沸かして、試合に臨みたいなというふうに思ってますし、まあ相手の弱点とかね、自分が入ったらここをついていきたいとか、ここは危険だとか、そういうところを見ながらちょっと明日に備えたいなって思ってますね。まあどちらかといえば相手の隙ですね。まあどこがチャンスか、自分が入るポジションでどういう役割が大事になってくるのかっていうのを、まあ試合前にチェックするっていうのが僕にとってのルーティンっていう感じです。はい、じゃあまた寝る前にカメラをもう一回回したいなと思います。はい、皆さんお疲れ様です。今時刻は10時ちょっと前なんですけど、これから睡眠に向かって準備したいなと思ってるんですけど、まあその前にちょっと一言二言喋りたいなと思ってます。まあ明日の試合で、明日の福島ユナイテッド FC 戦で、2022シーズンの全活動、全活動というかシーズンが終わる、もう最後の2022年最後の試合になるんですけど、まあ愛媛 FC もこのメンバーで、戦える最後の試合になります。その中で、まあ、本当に勝ちたいなと、最後はね、勝利をもぎ取って終わりたいなと思ってるんですけど、まあその勝利をね、呼び込むためにはね、やっぱり思ってるだけじゃ勝利は舞い込んでこないんじゃないかなと思ってるし、やっぱりピッチの上で、自分たちはやるんだと、勝利をつかみ取るんだっていう、そういうね、強い気持ちをピッチの上で表さなくちゃいけないんじゃないかなと思ってます。明日の試合も本当に、自分たちのプライド、愛媛 FC のプライドっていうのを本当にピッチでぶつけたいなと、アウェーの地で試合をしますけど、相手に何もやらせないと、そういう強い気持ちで臨みたいなっていうふうに、思ってますね。やっぱり愛媛 FC 今シーズン J2 昇格、J3 優勝を目指した中でスタートして、残念ながらその目標達成できなかったですけど、だけどね、最後の最後まで、その姿勢というか、愛媛 FC はもっとやれるんだっていうね、そういうところも見せなきゃいけないなというふうには思ってるんで、まあ明日も非常にタフな難しいゲームになると思いますけど、しっかりピッチの上で戦っていきたいなと思ってます。
まあね、これまでもそうでしたけど、これからも高い山だったり高い壁っていうのはね、間違いなくいつどんな時でもそういう時っていうのは訪れてくると思いますけど、でもその高い壁であっても乗り切れない壁は絶対にないというふうに思ってるし、やっぱり自分たちで努力してハードワークしていろんな知恵を振り絞ってその高い壁をね乗り越えていきたいなと。やっぱり自分たちが信じなければそういう壁というかね、高い壁も飛び越えることができないというふうには思ってるんで、とにかく仲間を信じてね、自分自身を信じて戦っていきたいなと。どんな状況でも自分たちで道を切り開いていく、その強い気持ちだけは常に持っておきたいなと思います。自分たちにねやれないことは何一つないというふうには思ってるんで、まあ、とにかくその思いを明日ぶつけなきゃいけないなと思います。とにかく当たり前のことをね当たり前にする、そこをしっかり徹底してやっていきたいなと。もうそれ以上のことはできないと思ってるんで、まあ、普段練習してきたことを明日の試合でもぶつける、それだけだというふうには思ってるんで、まあ気持ちの部分もものすごく僕自身は重要だなと。勝つんだ、やるんだ、戦うんだっていうね、そういう強い気持ちを明日のピッチの上で表現したいなと思ってます。はい、かな、一言二言喋ろうと思ったんですけど、まあいいことはあまり言えなかったですけど、まあとにかく自分たち愛媛 FC のねプライド、愛媛 FC はこんなもんじゃないっていうところをね明日の試合はぶつけたいなと思ってます。皆さん応援よろしくお願いします。はい、これからじゃあいいイメージを持って、睡眠の方につきたいなと思ってます。皆さんもいい夜を過ごしてくださいね。はい、それでは皆さんこの辺で今日は失礼します。おやすみなさい。バイバーイ、グッナー。皆さんおはようございます。時刻は8時、頃ですけど、これから朝食に、向かいたいなと思います。福島の朝はということで、ロケーション窓からのねロケーション写真に収めたいなと思ったんですけど、すぐ壁があって、全然いい景色ではないんで動画は回さないんですけど、とにかく福島は寒い。寝ててもね、寒さを感じるようなそういう気温ですね。低いですね。まあ、福島が寒いのか、もうねだんだん冬になって寒くなってきてるのかわからないですけど、とにかく寒い朝を迎えました。これからご飯を食べて体も心も温めたいなと思ります。思います。それでは皆さんご飯に行ってきます。だまたき、レイヤー選手は納豆をかき込んでます。はい、皆さん、今朝食を終えて、お部屋に帰ってきました。これからというか、10時30分から次は試合食なんで、それまで今9時前ですけど、それまでシャワーに入ったり試合に向かう準備をしていきたいなと思います。はい、ちょっとね福島の天気を映したいなと思うんですけど、じゃん、こんな感じですね。曇りかな、今日は。外はなんか寒そうな感じがしますね。もうすぐ横が壁でっていう
感じですけど、まあ今日も福島の地でしっかり躍動したいなと思います。それでは試合の準備ちょっとリラックスして試合食まで過ごします。皆さん身支度がある程度終わりました。シャワーも浴びて髪も試合仕様に整えて、これから試合食プレマッチミール試合食を食べに行きたいなと思います。その後ミーティングなんで、まあ、試合食食べた後ミーティングまで時間あるんで、まだその時にもう一回カメラを回したいなと思います。それでは試合食に行ってきます。愛媛 FC のエンブレム。さあ試合食始まりました。撮影タイム。じゃあどうぞよ。かっこいいよ、かっこいいんだよ、リキは。リキの試合食いいね。そう、おに、あ、そうな、おにぎりやったら昆布派、梅派、鮭派。いつも昆布と鮭なんですけど、ね、あ、鮭、俺も今日鮭がね、良かったんだけど、鮭が鮭ないっすね。うん、なんで今日昆布です。食べちゃおう。はい、皆さんこんにちは。今11時ぐらいかな、なんですけど、これから11時15分から、ミーティングがあって、それから試合会場に向けて出発するっていう流れですね。はい、もう身支度も終えて、あとはこのカメラをね、切ったらミーティングルームに向かうっていうところですけど、まあ今日の試合で、2022シーズン全ての試合を終えるということで、本当に気持ちを込めて、戦いたいなと。昨日もね、言ったようにチームメイトを信じて、自分自身を信じて、自分たちのプライドを示す、そういう一戦にしたいなというふうに思ってるんで、2022シーズンの思いをこのラスト1試合に思う存分ぶつけたいなと思ってます。森脇もね、今日はスタートから出る予定なんで、とにかくチームのために走り戦い、チームメイトを鼓舞してね、そして自分自身も鼓舞しながら、最後の最後まで戦いたいなと思います。もう勝利あるのみです。必ずね、愛媛 FC が勝利をもぎ取って帰れるように一生懸命頑張っていきたいなと思います。それでは皆さん、良い結果を期待しておいてください。試合に行ってきます。絶対に勝つぞ。負けられない戦いが福島にはある。頑張ってきます。イエス。はい、みんなナイス勝利、ブラーボー、ナイス、いやー、ブラーボー、シゲル、ナイスゴール、素晴らしい、まだクリー、いい準備、いい準備、素晴らしい、ナイスよみんな、ドクター、NGC のドクター、たくみ、写真撮ろう、みんなで、ブラボー、モテー、ナイス、いくよー、OK、写真撮る、俺が写真ね、写真が、俺も入れてよ、たくみ、入りたいよ、あ、ドクター撮ってくれるんですか、おい、写真撮ろう、確かに、力来てから、いやー、ちょっと、誘ってんじゃんの朝日いいゴールやったね素晴らしい、もう打った瞬間入ったと思った、後ろから見て ね、弾道がさ、もうナイス素晴らしい、
いやー無失点センターバックはレイハー、素晴らしい。センタースーパースーパースーパー、素晴らしいよ。ナイス。リギー、ナイスゴール。ビョ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 、ナイス。え、ダメな、あれ反射ですか。反射、反射で、反射で。写真撮ろう、写真撮ろう。最後全員で写真撮るよ。素晴らしい、素晴らしいチーム。最後 OK、 写真撮るよ。 OK、 俺が撮ったよ。友也入れてよ、俺も入れてよ。もうドクターいいですか。 OK、 俺も入りたいんだけどさ、いくよ、みんないくよ。はい、チーズ。ムービーです、ムービーです。あ、やばい、飛んできた、なんか飛んできた。あれやば、え、真剣に寒い、寒い。 OK、 ごめん。いやー、みんな試合後に捕食を取ってます。シュウめっちゃ逃げるじゃん。もう、え、おいしい、いいね、試合後栄養ね、すぐ栄養。栗どう、おいしい。あー、いいね。これ栄養投資してないから。え、栄養投資してないから。栄養やばいじゃん、食べちゃダメじゃん。じゃあ栗、そうそうそう、もうでもおいしい、弁当おいしいね、いいね。いや、しがる。あれ、ちょっとシネマスティックやったらちょっとぼやけてる。あー、いい、ピントがあった。いいゴール、シエル。気持ちよかった。はい、ね、オファーください。ねえ、オファー森脇亮太から、 FC 森脇からオファーしようか、シエル。それはいらんか、それはいらんな。ねえ、いいプレイヤーだから、まだまだシエル。こっから ね、ベテランも頑張る。ねえ、ベテランも頑張らないが、亮も行くよ。いいね、バモバモバモ。何弁当それ。いいね、おいしい。まどきおいしい、お弁当おいしい、最高。お母さんの味だ。ああ、いいね、ほんとおいしそうな顔で食べるね。ちょっと今度盛り上げるようなも食べてみる。あ、大丈夫。あ、それ大丈夫。そう、それはいらん。はい、分からん、おいしいかもしれんよ、やめとく。もうおいしくないです。おいしくない、はい、見た感じおいしくない。見た感じでちょいちょいちょい。ナイスプレー、今日も。ありがとうございました。いや、あんまいいプレーしないですけど、ね、いやいやいや、頑張ってた、ハードワークして。守備での貢献はめちゃ大きかったんじゃない。ありがとうございます。ねえ、ナイス。チュッチュッチュッ。違うね、ごめん。いやー、福島のスタジアムも素晴らしいスタジアムでした。スタンドも大きいし、たくさんのファンサポーターが来てくれて、遠い愛媛のファンサポーターもここからたくさん応援してくれてました。いや、本当にありがたいですね、この福島まで来ていただいて、応援というのは幸せです、僕ら選手は。いや、本当に素晴らしいスタジアム、ピッチ、福島の皆さん、ありがとうございます。ナイスゲーム、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 ケッツァー、無失点、最高最高。イエス。はい、お疲れ様でございました。福島駅に到着しました。リキちゃん、顔出てきた、顔、顔が回して、すぐ回す、ほんとすぐ回すやん、すぐ回しやん、もう複製本もやめた方がいいっすよ。ねえ、走る、重い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 、くっくり重い重い重い。もう、しげる、今日のオファー殺到するんやない。あの、なかなかあのゴールは取れんよ、スーパーゴール。じゃ、森君、まだ。あ、お疲れした、皆さんお疲れです。いやいや、帰らして、一緒に検査帰らして、俺もお疲れした、お疲れした、お疲れです、お疲れです、お疲れです、たくみくん、またお疲れです、帰らして一緒に。あ、特ひげバッグだ。いいね。いや、皆さん今5時半、お疲れした、くりちゃん。福島駅に5時半ぐらい、に到着しましたけど、こっからなんと愛媛に着くのが夜中の2時です。
やー、大移動頑張りたいなと思います。新幹線で福山駅まで行って、そっからバスで愛媛まで行きます。頑張ります。マナトー、前には池さんとマナトが歩いてくれてます。本当に池さん、マナト、まあ、あとトーヤ、マネージャーチームにはたくさん助けてもらってます。もう池さんとマナト様々、本当にもうね、2人がいないと森脇も愛媛 FC も機能しません。本当に感謝です。池さんごめんね、こんな森脇で。本当もう手のかかる子供でしょ。いや、森脇あってね、君。いやいや、こんなに手がかかるとは思わんかったでしょ。全然分かってないから。よし、これから新幹線で大移動です。これでまたやった、愛媛に帰っていきたいと思います。思います。口癖思います。なんとかだと思います。でし、え、どうしたでや。でし、でし、いや、今からこれ何時間かかるの。帰る券で、いや、これ何時間かかるの。これ東京まで2時間半ぐらいです。1時間半、1時間半、1時間半。新幹線の横は集合、イエーイ。集合1時、恥ずかしくないよ。1時間半ぐらい福島から東京に帰ります。長旅やね、ね、移動もハードやけど頑張ろう。こっからっす。そうやね、はい、なんと夜中の2時に愛媛到着予定やんで、ね、移動頑張りましょう。よーし、じゃあ1時半を過ぎてます。福山駅、森脇亮太の地元に到着しました。これから2時間かけて愛媛に戻りたいなと思います。このエスカレーターは改札開始時下りエスカレーターです。みんな長い移動だけど元気に帰宅してます。地元福山の福山城がそびえ立っております。ちょっとしか映らない、がっつり映したかったな。地元福山です。福山ステーション、またね。すごいな、この2人。今福山を出発しました。12時前です。これから2時間かけて福山駅から愛媛まで戻りたいなと思います。もうちょっとだ、バーモース。現在2時12分です。なあ、よく分かってんね、リギ。現在2時12分です。言おうとしたの。はい、やっと。夜中の2時15分。いや、12分。あ、12分。夜中の2時12分。細かいんだよ。無事に愛媛に到着しました。いや、やっとね。いや、やったよね、リギ。長旅やったね。ちょっとマジで移動長すぎてマジでイライラした。これイライラしたん。はい、もうえぐいっす。イライラせんかったやろ。いや、めっちゃもう途中誰かが、途中でもワールドカップ始まったからまだ良かったね。
しかも途中誰かスカンクみたいな強烈な匂い発して、絶対あれ森くん、いやほんま本当に俺じゃないのよ。そこなんで回してないですか、違う、確かに一番最初に言い出した人怪しいですね、やばいよ、言い出したのりょうつさんでしたね、違うのよ、匂ってきたのよ。お疲れした皆さん、2時14分到着、よっしゃ、疲れたね、すごいあったよ。最後最後そそくさとみんな見たくなってる、ほんとスーンとおけんさんね、みんなスーンともうみんなあっちゅう間に、お疲れ様でした、お疲れ様でした、あげさん、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。あだいぶ詰まっちゃった。今時刻は2時15分過ぎ、ようやく愛媛に戻ってきました。本当に疲れた、そんな遠征でした。移動過酷でしたね、だいぶ。また明日コメントしたいなと思います。これから家に帰ります。皆さんおはようございます。昨日の夜中、昨日じゃないな、もう今日になるんですよね、夜中の3時に福島から愛媛に無事到着しまして、まあ本当は帰ってきてね、カメラを回そうかなと思ったんですけど、まあ暗かったのもあったんで、ちょっと時間が経って朝になって、カメラを回したいなと思ってカメラを回させてもらってます。昨日は試合終わってね、大移動で福島から新幹線で東京まで行って、東京から乗り継いで、また新幹線で福山駅まで行って、福山駅はね僕の地元なんですけど、そっから、福山駅からはバスで、島波を通って愛媛に、無事帰ってきたっていう流れですけど、本当に長くて過酷な移動でしたね。僕自身も初めてかな、こんな経験、過酷な移動をしたの。まあ新幹線ずっとね乗ってるだけだったんですけど、乗ってるだけでも体への負担は、大きかったですね。でも本当にいい経験ができて、試合もね勝って帰ることができたんで、まあ本当に楽しい移動になったかなと。やっぱりね、負けて帰る、勝って帰るとでは雲泥の差があるんで、まあ本当に気持ちよく帰ってきたなっていう感じですね。はい。今日の朝もね、やっぱり勝って朝を迎えるっていうのは本当に気持ちがいいなと、これは素晴らしいことだなっていうのをね、改めて今日感じることができました。まあ、2022シーズン J3 リーグ最終戦でね、勝利をもぎ取ることができたんですけど、まあ自分たちの目標である J2 昇格、J3 優勝っていうのをね、成し遂げることができてないんで、まあその悔しさの方が今は大きいのかなっていうところはありますね。まあ本当に1年間、一緒に戦ってくれた、サポートしてくれたファンサポーターの皆さんには本当に感謝したいなと思ってます。昨日もね、福島まで本当に遠いところまで、僕ら選手を後押ししに駆けつけてくれたんで、本当に選手にとっては幸せなことだなと思って、プレーしました。本当にありがとうございます。まあまだまだ話したいことはあるんですけど、昨日勝てたことが何よりかなと。本当にピッチの上で、ハードワークできた、戦う姿を見せれたっていうのは一つ良かったかなと。これをねベースにして、もっともっと、上積み、積み上げていきたいなっていう感じですかね。はい。これからもね、自分にできることを一生懸命頑張っていきたいなと思ってます。はい。ということで、今から、チーム、解散式、クラブハウスの大掃除があるんで、そちらの方に、向かいたいなと思います。誘ってんじゃん TV を見ていただいて、本当にありがとうございました。皆さん、誘ってんじゃん TV、もっともっと多くの方に見てもらいたいなと思ってるんで、ぜひ皆さん、拡散、いいね、登録の方、よろしくお願いします。それでは皆さん、また！バイバイ。